来たマカロンって結構頼むね。さっくんは、あ、モカ、モカタン。あ、モカ、モカタンって言うのに。クリクリ。ふみちゃんにもらいました。え、私は何を持っていけばいいの？お菓子任せて。字数なんなそれ。え、違う、なんかその字数が足りない。テロップの何25文字じゃ足りないから。あ、そんな決まりあるんだ。へえ、初めて知った。声ありがとうございましたと、頻度お願いしますが、さくらんちゃんありがとう。だるま、団子、ありがとう。さくらありがとう。いいよ、いいよ、いいよ。ちっちゃい声でお礼言ってたのに届いちゃった。声ありがとうございました。あちゃんありがとう。そうね、めっちゃ可愛いのが結構字数が足りないから無理。何それ。ありがとう。今日僕に歌うまかった。だるま、団子、ありがとう。嬉しい。そうだった、自声響かせれてたっぽい。心配してたから今日。よかった、よかった、よかった。見てください。超嬉しすぎてやばい。なにダーリッチ、え、かわいい。団子ありがとう。そうです、今日はティーンの準備です。気合い入れていきましょう。リーナ充電ないの？え、充電ないの？団子ありがとう。貸したい曲ありの、あれ、いけた。ガチで心配してんじゃん、あんた。新幹線の中じゃなくてユネが配信止めました。大丈夫、電波の問題じゃないと思う。何が一番好きなんだ。いいね、単語ありがとう。え、絶対キュッピー似合う。めっちゃ顔してる。かわいい。かわいいね。ありがとうございます。絶対思ってないよ。ありがとうございます。ありがとう、団子。プログラムセンターよかった、嬉しい。ありがとう、団子ありがとう。ありがとう。うん、うん、それ100人止まれちゃう。ユネの問題じゃないか、そう、うん、こんばんは。早口すぎ。何で誰がわかんのこれ。え、鍛えられてる多分ユネのファンの人。あ、わかるんだ。しかもさ、声ちっちゃいじゃん。鼻詰まりの、なんか落ち着いて声で早口ってやばくない？まあ、新しい印象じゃない。うん、マジで最近ずっと聞きたい。ね、誰もさ、同期ユネの声を聞き取ってくれない。うん、不可能だ。そんなに早い。うん、うん、団子ありがとう。桜もありがとうございます。こんばんは。ありがとう、団子。結構も嬉しいです。ありがとうございます。いいよ、桜餅ありがとう。こんばんは、桜ありがとう。ペンギンありがとう。結婚して嫌です。団子ありがとう。さくらもありがとう。嫌です。くるみちゃん、なに、くるみちゃんがいないって、はい、コメント来た。今真剣にツイッターを書いてます。偉い。 X だよ、 X だよ。ツイッターだよ。さくらありがとう。さくらもちもありがとう。嬉しい。結婚して嫌です。優しい。ね、JD 最後の日ですよ、今日は。え、あれはやばくない？社会人じゃない？明日から社会人。え、JD じゃなくて
生終わっちゃう。学生また聞き取れてる。学生ありがとう、桜。くらありがとう。マガミ？マジパッツン好き。ほんまに今日ダメでしたね。くらありがとう。団子もありがとう。そうでは明日から社会人です。団子ありがとう。桜ありがとう。ありがとうペンギン2つも。同期にいじられる、いじられてんの私。おいしい。お前学割使えへんくなるやん。どうするか。キョッピーも使えない？うん、使えへん。ね、辛いよね。辛い。マジゴンチャで学割来たの。それな。ゴンチャ聞くの？学割。それで。うわ、学割来へんけど、でもリーナゴンチャあんま好きじゃない、苦手。ミルクティーが苦手。甘いじゃないだけ。うん。で、いちごあんに誰か飲んだ？飲んだよ。やばい。うまい？やばい。私、食べたかった時はさ、ガチで泣きそうなんだよね。ありがとうミラーボール。え、タピオカ入れない意味ない。え、いいから本当の意見が知りたい。え、何が美味しいのそれの3種類ぐらいない？え、何がいい？ミルクティー。オンリーミルクティー。ありがとうミラーボール。え、あんずも乗った。飲んだ。何ミラーボールだろう。え、いつまでだのあれって。え、もっといつまであれ飲みたいんだけど。めっちゃまだある、まだある。あるよね。あ、今日のお母さん飲んでたんか。そう。ありがとう団子。うん、ママと行ったね。本当にありがとう。あ、いいんだ。ママならいいな。ママ友達でしょ。ね、行きたい。ゴンちゃん行きたい。な、行こうよ。いちご飲みたい。あれマジ美味しい。何しよんりんの。やば。ありがとう桜。全然いや。うん。なんで？いいじゃん。またりーなとの写真載せることになった。いいやん。リーナとさ、撮ったからさ。ありがとう。また載せるとこね。ありがとう。え、リーナの狼と写真撮れなかった。それは確かに。え、なんでみんなさ、リーナとさ、狼はさ、撮りたいっていうのに、さくの狼が撮りたい。めっちゃ言わない。めっちゃ言わない。え、ゆうね、こんな感じなの普段。そうだよ。早くね。本当ありがとう。怖いの？団子ありがとう。めっちゃ早口の人来たと思ったら言うねやった。それも独り言でしょ。マジで怖い。誰もありがとう。誰も反応しないっていうね。わかんないから。無視してインボスターありがとう。わかんないの？そう。結婚して嫌です。一言もわからんときない。一文字も。あるあるある。全員がキョトンってしてるときあるよね。5人全員が。え、ごめん、なんで？ってなる。ありがとう、レインボースター。窓の光。明日公演行きます。クルミに会えると思うと仕事頑張ります。ん？ちょっと待って。ちょっと待って。本当ありがとう。痛い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 。レインボースター、ありがとう。ハートありがとう。あ、違う。フォローがすごい。怖い。怖い。怖い。完成、嫌でーす。団子ありがとう。ハハハハハ、ありがとう。こんばんは。はい、ホロサイコン嬉しい。ありがとう団子。団子ありがとう。ハートありがとう。桜もありがとう。団子レインボースターありがとうございます。悲しいか、ね、今日さ、オオカさんもさ行ってるよ。え、あれライブしてた人。そうそうそう、ありがとう。星面の桜持ち、あとありがとう。尊い。次はきょうちゃんキスってこと。え、
当ありがとう。私明日出ないよ。まだ言ってた。あんたなの？出ないよ。あさってね。行くの、ありがとう。ございます。あさってはいます。よろしくお願いします。看護ありがとう。桜ありがとう。こんばんは。今日の声最高だった。嬉しい。お疲れ様です。今日ありがとう。めちゃくちゃ最高。めっちゃよかった。社長、ホワイトと花ちゃん、嬉しい、一緒に出れて。ガチで、ここでさ、セットリスト考え。あり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 。セットリスト考え大会。M1。M1。アイドルなんか知らないみたいな。アイドルなんて呼ばないで。消えないね。消える？消えない。一応心にかけて。本当ありがとう。団子ありがとう。一曲目なんか悩まん。え、一曲目大事だよ。チャイラブにするのもいいし。うわ、エモいね。いいや。あの最初のさ、初代名古屋ガールズフェスティバルの全部やりたい。それが一曲目。あ、パレオだ。パレオだっけ。パレオだわ。こんばんは。懐かしい。え、でもさ、いつすんの？4月5日にすんの？うわ、あり。4月5日、お昼間だから。うん、あー、そういうことね。お昼間の日。春っぽい曲入れたくない？そしたら確かに春っぽい。あー、ありがとう。そうだよね。聞こえして。ちょっと鼻が詰まってるんで無理ですね。やめたって、泣くよ。桜、団子、あれ、団子とハートありがとう。なんかここ濡れてるんだけど、なんでだと思う？ペロ舐めてたよ、京子が。ありがとう、団子。はい、桜ありがとう。鼻詰まってるかも。いやなんだけど、めっちゃ嫌だ、そのことあるけどね。反応しめん絶対やな。なんでー。団子ありがとう。クラありがとう。ユニットは何にしますか？ええー、んだからさ、ユニットココイチと思い出以上と。そんなさ、やったことあるやつこするの？あー、あれやりたい。名前イキディープって。あー、いいじゃん。やりたい。あのさ、わがままな流れ星知ってる？え、知ってる。絶対さ、クルリーナ。いや、いいね。ええよ。やろう。あれ、マジかわいい。アンズと京香は名前聞いてる。ありがとう。うわ、あれ、それは。うわ、いいね。それはユーネとサクラ。うわ、いいね。アンズと京香は、まなざしさよなら。うわ、やった。大好き。絶対そうじゃない？でもユニットさ、6人なら1人2曲ぐらいいけるけどね。確かに。え、なんか1個ずつなんか全組み合わせでやりたい。うん、いやいや、何時間違う。2人ずつだしさ、やりやすい。で、3人の時もいいかな。3もできる。うん、3人の何？フィランドミルク、ミラクル。いいね。まあ、え、思い出以上、あの、あー、それはサクラね。サクラ、そう、言えたよ、思い出以上。サクとユーネとリーナで。あ、出た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 。え、言うだろ。絶対言うね。絶対言うね。ありがとう、団子。鼻詰まってる。マジキモい。そういう答えが返ってくると分かったんで、さ、言うの。団子、ありがとう。こんばんは。その振られ方嫌なんだけど。本当ありがとう。団子ありがとう。本当ありがとう。みんなでデモンストレーションしよう。うわ、いいね。リーナだろ。こういうチフラだけそれ。うん、リーナやってほしい。あの、早くチフラから言ってくれ。え、でもやってるから見たんで、ラップ。それすら早とちにしそうじゃない。早いなぁ。ありがとう。さくら、ありがとう。え、花火あげたくない？フラストレーションするなら。え、ありえ、なんかそっちの花火。うん。え、だって外資でしょ？あれして、あれして、あの、動く。ムービング。え、フラストレーションでさ、こうやってやりながら動いてたよ。何か落ちる。
やだ、事故すぎる。ありがとうだから、え、何で動いてたらいいかな。団子ありがとう。え、あとさ、なんか運ばれるやつ、トロッコ。あ、トロッコやりたいね。運ばれるやつやめて。あの、練り歩きましたよ。雨の動物園。あ、それ忘れてた。みんな忘れてた。何センター何ゾウなんだ。ゾウやライオンもいるし。何がいる？ペンギン。ムシ泣く。ペンギン。え、ペンギンっぽい。めっちゃ怖い。私？え、ペンギンがうれ嬉しい。じゃあサルだわ絶対。あ、サル。わ、いいね。ありがとう。サル。サルサルサル。え、あと何があんの？何だっけな、何か買ったんだっけ。何があんの？ちょっと待って、ね、うるさくて動物園みたいって言われてる。できちゃった。雨の動物園じゃん。シマウマ。シマウマとかあんの？ゾウもシマウマ。ラクダ？ラクダいないわ。ラクダ。いや、なんか確かにあるキリンあるらしいよ。チンパンジー。チンパンジー。猿とチンパンジー。ライオンは、ライオン決まってなくない？え、ライオンどうする？え、ライオンやりたい。あり。うん。ライオンはむずいね。確かに。キリンでいいんじゃない？うん。ね、でいい、やめな。めっちゃ適当やん。一斉が高いからね。え、シマウマもあるって。人数がいないから。え、ワニもあるって隠れキャラらしいよ。そうそう、隠れキャラいるらしい。ワニ？うん。え、てか何で？え、でもキョッピーワニっぽくない？え、ラクダあるって。え、やっぱりあった。すごい、うん、すごい。え、何人が正解？思った思った、めっちゃおるやん。たくさんあるんだよ。動物園だから、まあ、確かに、何があってもいいよね。ゴリラとかもしてんじゃん。え、オリジナルで作ってもいいんじゃない？確かに、ね、猫ばっかなんですよ。え、ムカちゃん連れてこようよ。全員で一緒にしたい。離れ。確かに、リーダーいいのやな。え、でも新しい衣装作りたくない？え、ね、作りたい。2個くらい欲しい。どんな感じがいいかな。え、オープニングはとりあえず新しい衣装がいいよね、うん、と、アンコール、アンコール。え、どんなんやろ。桜ありがとう。え、ジュエキってどんなんやろ。うん、もっと制服しか守らなきゃいけない。え、カオさんのソロライブが決まった。放送でき、もう途中だし。あ、なんかお知らせしない、お知らせみたいな。あ、言ってたの。絶対見たいね。絶対楽しい。団子ありがとう。誕生日当日にバースデーソロライブ。絶対。どこでやるの？ありがとう団子。本当どこでやるの？誰か情報。求む。団子ありがとう。団子ありがとね。こんばんは。5月16日。5月16日だって。結構もうすぐ。名古屋レニー。マジで？どこ？レントダンナレニーって言ってる。わかる。さくら行ったことある。やばいやばい、めやばい、嬉しい。激アツ。暑いな今日。今日激アツくやな。行きたい行きたいよね。さくらありがとう。うん、そうなんだ。松戸屋の地下。ありがとう、ありがとうね。え、すごい。可愛かった。とても可愛かったです。ありがとう。団子ありがとう。出たいよ。ね、出たいね。ライブしたい。サマステ出たい。出てほしいって言ってくれてる人がおるから、もう出るしかない。ね、間違いない。必要があるということで。出たいです。お願いします。お願いします。だからありがとう。頑張
ますんで、本当に頑張ります。注意頑張るのでお願いします。新人すぎる。売り込み行こう。どこに行けばいいか分からんけど。頑張る、おもむき頑張るんで、マジ頑張ります。なんか持っていこう。なんか、なんかやっぱ出させてもらうには、うんうん、そうね、何がいいかな。やだ、ありがとう、見えたよ。本当頑張るんで、もう歯食いしばってやるんだよ。何でもやるんで、何でもやるんで、いいな。もう前髪なくなってもやる、こんなのってやるんだよ。もうこんなの頑張るんで。何でも言ってください。ね、11期で飲みたいよな。飲みたいよね。え、11期なら絶対埋まるって言ってくれてる方いるよ。嬉しい。でも外資だもんね、埋めるのはね。言ったね。11周年コンサート外資だから。こういうのはね、言い続けてるとかなんですよ。ね。こんなつつってんの、マジ10年。一周言ってる。言わないで。多分どのスタッフさんにも伝わってないよ。伝わるように大きな声で言いましょう。本当ありがとう。死ぬ。ね、アンジのお宅がさ、アンジまだってずっと言ってる。で、ブログやってばよ。いつまで書いてんの。ブログやってばよ。頑張りやと。頑張ってよね、ニャンズ。ブログだって、頑張ってる。頑張ってるくん。半までだからね、ショールーム。分かってるくんだよ、もう。ラグーだよ。ありがとう、お団子。えー、やりたい。いや、30超えた雨の動物園やけど大丈夫。30超えの動物園。大丈夫そう。やっぱ近隣じゃないのか。キャッピーももうそれなりに20。そうですな。やばい、うちらのポーズ続きます。じゃあ31まだ話だから多分。え、マジで、え、25ぐらい、5で13歳で入ったから、14、24、え、やばいんだけど、2年後それ。25、26、何が31、えぐいな。てかさ、もう誰もさ、なんで10周年じゃないのっていうツッコミこんくなったよ。もうね、11周年が安定してるよね。どんどん金上がるごとにぶつかっていいか、もう最終的に。でも10周年もやりたくない、普通に。10周年、また最初10周年やって11周年もやる。10周年舞台とかやろう。5周年だね。5周年もいるよね。かわいい、ありがとう。いてるよ。5周年何する。そうね、5周年ってさ、でもあと2年しかなくない。そう、ね、嘘。あとありがとう、団子ありがとう。2年、え、5周年の絶対最初に考えた方がいいって言ったらいいし。2年までやれないって。ありがとう、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 え、5周年記念写真集よくない？6人で。え、みんなでさ、あと、ありがとう。合格ケースのメガネ反対にして出ようよ。嫌だ。巻き込まないで。全員普通でかけたい。リーナちゃんだけ反対。え、ほん？あ、知らないぞ。で、後で写って、え、みたいな。あ、それでいい。そっちの方がいい。難しい。めっちゃ面白かった。団子ありがとう。あさ、アンテナのイントロさ、倍ぐらい伸ばしてもらって鬼ごっこガチでやる。え、違うさ、もうさ、もう10倍ぐらいにしようよ。やりすぎ。そこメインでいこう、アンテナ。強化の鬼めっちゃ良かったじゃない、見た、みんな。ブログお疲れ様、ありがとう。なんか勢いやってるみたいな。びっくりしてんけど。え、ちょっとクレームしたい。クレームしたい。え、なんかさ、リクアワかなんかでやってなかった？待って、リクアワやってたよ。
ステージ使って、リクアワじゃないか、何の、やってたよね、リクアワの時やってた、 MC でやってたわ、あれ、え、だからあったもん、10周年はゆめちゃん30超えちゃうよ。え、そうなの、そうなの、だからちょっと割と休憩多めでお願いします、私。ちょっと MC 長めで、あ、結局やったけど MC の時ちょっと椅子用意してもらっていい、誰か持ってきて、私に椅子、そこ若い2人、私の椅子と水持ってきて、こっちこっち、ありがとう、音符、こんばんは、好き。チークとかさ、ちょっと艶っぽい目つけてんじゃん。はい、どうぞ。あの、揺るがない心を持ってる。どんなところに？わかる、なんか芯が強い、うん。自分の考えがしっかりある。そう。そうそうそう、ありがとう。団子ありがとう。ある。これみんなね、納得じゃない？うん。ほんまに？頑固。うん。え？はい、くるみどうぞ。みんな長ない？長いわ。愛が重いところ。あー、可愛らしい。マネありがとう。さくらありがとう。顔が可愛い。おー、してきたー。結局顔かよ。かわいい。それを待ってた。マネありがとう。え、実は話を真剣に聞いてくれる。おー、確かに。わかるわかる。ありがとう。真剣に聞いてるように見える。見えてるから。聞いてないの？本当は。え、でも自分でこの前結構人の話聞かへんから。でもさ、ちゃんと聞いてほしいけど、言ってたのに話を覚えてるっていうね。ああ、そうそうそう、覚えてるの。なんかありがとう、覚えてる、覚えてる、さくらありがとう。みんな覚えてないけど、今日は覚えてる。さくら友達のこととかめっちゃ覚えてる。さあ、これ気分がいいね。え、今日がみんなの一人ずつのいいとこもっと早く言えるもん。え、はい、はい、じゃあ、さっきはじゃあお返ししてあげるみたいな。はマジで顔が可愛いのと、あと優しい、なんか絶対に待ってくれるし、今日のお話も絶対に聞いてくれるし、優しいところ。嬉しい、ガチだこれ。ガチだ。ちゃんと長いやつだったね。嬉しいやった。え、リーナはどんだけ絡んでも嫌な顔せずに我慢してくれるところ。可愛いところと、あ
あと全力なところが好き。ありがとう。ありがとう。チュー。くるみは最近心を開いてくれてるからあのくるみの方から絡んでくれるようになったところが可愛くて、ありがとう。とくーちゃんもお顔が可愛いよ。ありがとう。いいよ。え、さくにも言ったのにくるみにも言った。だってさ、みんな可愛いね。そうだね。結局あんずはもう前言った通りです。アンズはあの かわいいところと、あとちゃんとなんかしっかりしてるところ、裏でもなんかしっかりしてるから、おーなんかあいつが見てたんだ。見ないと。だから一緒にいてなんかすごいしっかりしすぎてて、なんか偉いなって思う。めっちゃ真剣じゃん。ありがとう。めっちゃ本当に考えてる。ゆるって言ってる。え、ゆうでもなんかあのしっかりしてなさそうで、ちゃんとしっかりしてて11期のことをすごいあのまとめてくれるから、ゆうでがいなかったら11期はまとまれなかったと思う。えぇ、ー、嬉しい。嬉しい。泣けるよ。だからこれから京香のいいとこもっと早く言えるようになる。そうだよね。え、でも、きょうちゃんは、なんか、なんか、そっけなくしてそうで、なんか、そっけなくしてそうで、なんか、同期のことをちゃんと思ってる、うん、そうそうそう、ところが、たまにキュンとします。えー、わかる。え、結構さ、11期のこと一番好きそうじゃない、きょうかって。うん、なんか11期が傷ついたらめっちゃ怒ってくれるとこ好き。ね、わかる。ありがとう。あとはね、なんか生活さ、絶対さ大変じゃん。ずっとさ一人暮らししたことないからさ、わ、うん、かんないけど、うん、でもさ想像しただけでさわかるじゃん、うん、なのにさ、なんかそういう話辛さとかあんまり口出さない。確かに。で、なんかこう淡々と暮らしてるのがすごい。暮らしてるんだ。で、あるじゃん。それでも仕事頑張ってるじゃなくて、偉いなって思う。え、みんなで会いに行こうね。うん、え、マジで行きたいんだけど。本当に決めてんの。会いに行こうね。え、マジキョッピーんちでタコパしようよ。で、しよう。私がいい。あ、今日だよ。え、キョッピー持ってる？持ってない今。持ってか、持ってか、持ってか。何個持ってか。実家から持ってきます。そこまでしてくれるんや。ありがとう、団子。ありがとう。今日一番可愛かった。だってさ、こんなにさ、公演終わりにさ、6人で集まって配信するってなかなかじゃない？結構語り合ってる。中華。TD じゃない、中越。
そう、順位はあかん。全部取れた。全部。汗でさ、めっちゃ取れてない、わかる？メイクとか。わかる。うん。目の下こんな取れた。やばい、もう、本当にすごい流れ落ちた、全部。今日サウナみたいだったよね。あ、すごい。わかる。サウナしてた。この前の K2 でさ、みんな汗かいたって書いてたから、そう、やばかった。そんなと思って。やばかったくん。多分2キロは痩せた。いい、ありがとう、嬉しい、嬉しい、ありがとう、桜、ありがとう、何でも食べれる。マジカル11期、マジカル11期、ありがとう、ね、マジカルユーネ取らないで。ありがとう。じゃあ次、桜、ありがとう。じゃあ次、ユーネのいいところみんなで行ってきましょう。やったやった、聞きたい聞きたい。どうぞどうぞ、そっちからどうぞ。ほら、ユーネはちゃんと11期のことをなんかまとめてくれて、あと一人一人のことをめっちゃ見てくれてて、なんか例えば誰かがそのしんどそうやったら誰よりも早くあのめっちゃお薬いるって言ってるおばあちゃんじゃないんじゃない、そしたらまたすぐ言ってくれるのと、お腹空いたって豆入れたら食べるってすぐ出してくれるとか、今日食べるって言うなら食べかけのおにぎりさ、キャッピーだけ無言でさ、おにぎり食べかけのやつさ、いらんって食べてくれなかったみんなのしおにぎり。でもそんだけ周りのことを見てくれてるところ、嬉しい。まとめてくれる雰囲気のこと、嬉しい。照れるね、照れる。はい、さくちゃん、さくは、あ、今日コンセプトがあのポジティブすぎるところがすごいいいなと思うところと、あと、あのガチであの相談したらガチで話を聞いて、うんうんうん、嬉しい。で、なんか返してくれる、ちゃんとこうしてあるみたいな、うん、そういうところが好きです。ありがとうございます。いいやつ。はい、リーナ顔が小さいです。リーナさ、見た目のことですか？え、それな、わかんない、わかんないもん、みんなの性格。え、嘘だろ、本当に過ごしてるのに。わかんない、わかってよ。お疲れ様です。私はいっぱいあるけど、嬉しい。やっぱここって決めれないけど、この前まやさんの誕生日プレゼントを相談したの、うん、じゃあめっちゃ真面目に帰ってきて、いっぱい、うん、これとこれで悩んでてみたいな、なんかあ、こっちがいいんじゃないぐらいの感じだったんだけど、それってこれのこれでみたいな、いや、めっちゃ相談乗ってくれるし、うん、大好きだよ、ありがとう、かわいい、やば、言われてない、言われてない、おしめなのに言われてない、言われてない、大好きだよ、キャピも、うん、サクはサクはサクも大好きだよ、全員大好きじゃん、全員よ、ビリじゃん、なんかいいんだよ、嬉しい、陶器だから言わしといて、僕はなんか、まあ、クイミも言ってたんだけど、あの本当になんかたまにさ、ポロッと独り言とか言うじゃん、うん、あの全部拾ってくれる、うんうんうん、そこだけ聞こえなくても、うん、何ってもう一回聞いてくれるじゃん、うんうん、聞いてくれて、なんか本当に自分のことのように全部なんだ対応してくれるところ、うんうん、やっぱ簡単にできることじゃないなって思うので、ね、本当に素晴らしいと思います。嬉しい。でもなんか喋らなくてもなんか大丈夫とかなんか察してくれるからさ、体調悪い時一番気づく、うん、そう、一番気づいてくれる、いつも聞くのリーダー元気めっちゃ元気なんだけど、リーダーには元気な時も元気って言ってる。毎日だけいいから。嬉しい。今って何分？24。やば。じゃあ次さくちゃん。みんな。さくはお顔が可愛すぎるところと、あと学校と両立を頑張ってるところと。あと、ほんまに優しくて、なんか今日がどんだけ絡んでも笑顔で返してくれるタイプとか、すごい好きな、すごい好き、人に絡みすぎない。あとは、あの、夢同様、話をしっかりね、同様ってあんまさ、褒めるだけ使わないといけないと思う、同様、
い聞いてくれてるところ、嬉しい、とても優しいから好き、はい、イエーイ私、イエーイ、さくちゃんはあのなんかいつもふわふわそうに見えるのにちゃんと芯を持ってるところが素敵だなって思うし、割と感情を表に出してくれるから可愛らしいなって思います。嬉しいこと。はい、はい、僕はあの飛行士にもいたんですけど、あの顔が可愛い、やっぱビジュアル面じゃないですか、ジュリー。うん、嬉しい、嬉しい。なんかもう根っからアイドルじゃん。ね、わかる。なんかもう仕草とかも、多分一番魅力だと思う、アンズと。いや多分ユーネだろ。シグサアイドルじゃないで言えば。ハートありがとう。なんかそのアンズと違うものをいっぱい持ってるから、だからそれに魅力を感じる。嬉しい。だからそこ推しなんだ。そう、なんか本当にアンズに持ってないものいっぱい持ってる。から羨ましいなと思うこといっぱいありますね。嬉しいこと。よかったです。はい、次くーちゃん。私のお世話をめっちゃしてくれるとかあの私の行動をすごく読んでくれるとこが嬉しいです。そしてゆうちゃんのファンの人から、うん、お世話になってますって。そう、マジ今日お見送りさ隣だったけんさ、ゆうなのファンの人がいつもありがとうって。本当にゆうなの心をさせてくれる。かわいらしい。本当にありがとう。私はですね、あのおしとやか、うん、なんか、わかる、なんか仕草がすごい作画見てくれて。ちなみに皆さん、あと1分ですからね、ショールームの時間は。そうだから、あの佇まい、わかる、うちらって今こんな何言うとこんなんだけど、あのいつも姿勢が良くて、ね、確かに女の子って感じです。今クロスしてるけど、いやでも見て、アンズアンズどういう状況だよ。そう、椅子変な風に使うけど、クリミアイズの姿勢良くてすごいいいなって思います、ね、ありがとう。え、サクいいですか？リーナ多分考えるよ。え、割と頭浮かんでたよ。ねえ、なんで言うのは顔がちっちゃいだけなんですか？そのさ、こう二人がちゃんと浮かんで。ありがとう、サク。可愛い。なんか、なんだろう、上品。可愛い。女の子みたいな歩き方でとっても可愛くて、あと顔が可愛くて、あと、ありがとう。めっちゃマイペースなところが好き。あの公園とかで結構ギリギリ見てるよ。そう。まだ弁当食べれるかな。そう。サクのことをサクに聞いて、待って、まだサクにあの。
聞いてくるんですよ。あのまだいけるかなね。そうそうそう。でそれいけるっしょみたいな。あのノリでいるでも本当に信じて食べちゃうところ。でも後で文句言ってて、さくらちゃんにまだいけるっしょって。じゃあ、うん、1個丸々全部食べてお米も全部食べたの、じゃあもう気持ち悪くなっちゃって、それやはい、皆さん半ですよ、頑張ってみんなちょっと終わらせて、本当にありがとう、そろ今日は配信終わる、多分。こんばんは。自分よりも他人を優先することが多いじゃん、なんか。あ、でもただ優先してただけなんだ。やった。やば。楽しみ。やっぱ楽しみ。ありがとう。はい、皆さん配信切り上げましょうね。はい、ちょっと順位発表はまた今度させていただきます。1位の方だけこのタワーとても嬉しいです。ありがとうございました。バイバーイ。一緒だけしときます。ありがとうございました、バイバーイ、またね、一応このタワー嬉しい、ありがとうございます、また明日からも4月よろしくお願いします、ぜひモバメ登録してください、バイバーイ。